マココマを込み、マココマでちょっと、ね、スペシャルゲストもお呼びしました。はい、呼ばれちゃいました。リナとリクです。はい、リオにもね。あ、いいの、いいの。ということで、今日は大阪公演2日間終わりました。お疲れ様です。お疲れ様でした。もう本当に今日もすごく楽しくて、やっぱなんかね、なんやろ、まあ結構大阪城ホールが人が結構入るっていうのもあるんやけど、すごくやっぱ感染もすごく大きくて、なんか、なんか関西ならではのなんか温かさともいい。間違いない。でもなんかさ、すごいやっぱ大阪来ると関西メンバーがおるけん、なんか安心するよ、わかる。なんかその3人がどう、なんかすごいいい感じの大阪のノリをしてくれるけんが、なんかすごいめっちゃ安心してね、できるよ。そうやな、結構受け答えとかもしてくれて、うん、たこ焼きポーズやってほしい。たこ焼きポーズ、たこ焼き、じゃあね、たこ焼きポーズたくさんしました。そう、たこ焼きポーズしてみたいな。食べたし、ポーズもたくさん、食べたの。たこ焼き、あ、たこ焼き自体をたこ焼きを食べたから、たこ焼きをもらったのかと実際の本物のたこ焼きをもらいたいけどね。ありがとう。そう、食べたし、うんうん、そうですね、たこ焼き。あとめっちゃやっぱ毎回大阪に来て思い出すのは、うん、本当にバーンをされることが多い。本当に一気に増えるの。打たれまくっちゃって今日、うん、あもうやばかった。多分だから打たれすぎると逆にしんどくなってくる。聞き換えないといけない。そうそう、一回聞き換えるにやっぱ時間がかかっちゃうので、うん、なかなかしんどいんですけど、ね、まあ楽しかったですね、うん、それもそれで。あとね、うん、あと今日ねあのさっきのライブで言わせていただいたんですけど、うん、オリコン1位、うん、今日もねやらせていただいて、うん、本当にありがとうございます。嬉しいです。なんかこの報告をさ、20の皆さんの前で直接言えるっていうそのちょうどタイミングがさ、僕めっちゃ良かったな、うん、ライブでね、ライブで言えたの嬉しいよ。すごい感謝の気持ちを伝えられたし、確かに確かに、いやー、よかった。初対面だった。おめでとう。ありがとうございます。これ全部20になったらいいですよね。20が応援してくれなかった、うん、はい、ありがとうございます。今日もうあれやりました、プデチゲ、うん、あ、オッケー。そう、今日夜ご飯プデチゲなんですけど、今日も今日撮って2日目だいたい2日目の公演の最終日とかみたいな、最終日とかに、うん、そうでも言ったんよ、もはや。あ、もう私たち、あの最終日とかにやっぱり、はい、なんていうの、毎日毎日ごめんなさい、ごめんなさい。どうもどうも、あ、どうもどうも。リオが大好きなパームクーヘンです。あと、あの今日リクロおじさん の, あのプリンが出たんですけど、はい、このチーズケーキも食べたいよねってなって、うん、ミーニーのお父さんがわざわざ買ってきてくださったんですよ。ほんまにありがとうございます。ありがとうございます。嬉しいです。今回初めて食べれたんですけど、うん、あまりにも美味しくて止まらなかったよね、うん、本当にヘロイなの。うちさん帰ってきたらもうさ、ホール上がさ、みんな食べたのこんくらいしか残ってなかった。ホールなかったからちょい出してくれたもん。そうそうそう。今日のやっぱ消費量がなんか大きく、ね、なんか多かったのか、うん、めちゃめちゃお腹空いてて本当にやばいんですよね。リオが好きなミヒパパに来てね。そう、うわー、リオが買ってきてくれたのよね。あ、そう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 、そうそう、かもしれない。すいません、めっちゃおもろい。今ミヒパパイケメンって間違いない。いつもね、私たちのためにありがたりをくれました。さすが20の前後や、ありがとうございます。ありがとうございます。そうです。明日も、はい、ケムステが、そう、イサモ先輩と一緒に共演させていただくんですけど、ありがたいですね。はい、すごく楽しみです。ね、きっと楽しみにしている JYP ファンの方はいっぱいいらっしゃると思うので、そうだね。そうだね。はい。その次の日はベニュー101もございますので、皆さん盛りだくさんですよ。やばいね。生放送ぜひ来てください。ユーナたちの MV も、もう本当に MV のテーマとかも美術館にいるんかいっていうぐらい、もう本当に美しすぎて、もうあ、この顎開いた状態で開いた口が塞がらっていうのがこういうことです。落ちていっちゃうっていうね。本当にそう、塞がらなかった上と。いや、わかるよ。本当に美しかったです。皆さんもぜひ見てない方も見てらっしゃると思うんですけど、ありがとうございます。嬉しいです。
石焼き食べてるよ。あリコに明石焼き叩くけどどっちよし。たこ焼き。ああ。いやじゃあリクソースが好きやねんか。わかるわかる。だからまあでもどっちも美味しいけどね。今日何か明石焼きやんな。何か明石焼きやんな。見つけたの幸せだよ。いやー。はい。そうだね。でももうなんかマココマなんやっていうのもちょっと。そうなんです。先週。ブランに作ったやん、選手。ああ、そう。から、そう。そっから4年間だった。でも、あのブランニーがなんかめっちゃ昔に。そう、それは確かに。まあ、でも言われてみても。言われてみれば。早いって言われば早いし、まじで、それなんて言ったら、ピノぐらいちょっとわからないよな。曜日感覚が最近ないもん。今日何曜日って言われてるの？今日、うち的に、あ、違うやん。あ、体感的に。うちの体感的に。あ、で、明日がやってっていうことは、今日木曜日か。そうなんそっか、そっか。楽しみで、明日は頑張って。ね、頑張ります。頑張りたいと思います。なんで、今、大阪にいますが、明日は私たちは東京にいます。はい、本当にね。あの、本人で、ね、はい。社長さん的な書き方のコメントがあるのちょっとおもろかったね。行きたいね。いつか行かせてください。行けるように頑張ります。頑張ります。じゃあね、もうちょっとうちらお腹空いたけどね。ちょっと待って、じゃあさ、うちと日記書いて、うんうん、なんかちょっと話つなげて、あ、ここの中で、ね、書いとくのね。ちょっとここの中で書きます。はい、うん、Why my baby I have enough there She will come another time next time This time it was good ユニットを、あ、今回あの昨日がアルバム発売なのでユニットの曲を作ったと思うんですけど、どうやって使った、よかったっていう、なんかここでさっきコメントで一回めちゃよかったっていう方もいたんですけど、歌詞カードもに全部歌詞が書いてあって、私たちで、ね、作詞に参加させていただいた、私たちで作詞をさせていただいたので、そう、ぜひそこに聴きながら歌詞読んで、なんだろうか、すごいなって思ってくれたらいいし、はい、ね、はい、いい歌詞になってます。みんなの書いた、うん、よし、ね、いや早いな。でも言うて次は広島。そうですよね、広島私行ったことないので。今回初めてじゃない？初めて、だから20では初めてだよ。そうだよね、うん、でリクは個人的にも初めて、人生が初めて行ったんですか、うん、え、でもみんなもすごい楽しみ。何が美味しいとかちょっとまだわかんない。広島焼き、あ、なんか、あ、おなみつの、あ、お好み焼き、お好み焼きに、あの、焼きそばが、そ、それで言っちゃダメだ。めっちゃ美味しいと思う。あ、でもそれモダン焼きじゃない？あ、でも広島焼きとモダン焼き一緒か。広島焼きあるじゃない、なんか卵あるんじゃない？あ、違う、 あ、そうだ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 、ね、卵が、卵が乗ってるやつだ、てて、お好み焼きと焼きそばさ、モダン焼きはまた、モダン焼きは多分焼きそばとか入ってるから、そばとか多分ね、わかんないけど、もみじまんじゅうと勉強します。もみじまんじゅう有名らしい。食べたことある？揚げもみじ、そばも入ってるやつもあるよ。モダン焼き、それが広島麺入ってる、え、うん、美味しそう。入ってる麺と卵が入ってるのが広島焼き。麺が入ってるお好み焼きのいいところってさ、麺のパリパリのところ、あー、あるということで、はい、はい、じゃあエピソード8かな、8です、はい、大阪最高、私の口角は上がりっぱなし、いいですね、はい、上がりっぱなしでしたね、今日も素敵、いや、はい、本当にいいです、もうみんなの皆さんのおかげです。じゃあ今日はね、はい、こういうとこんな感じで終わりたいと思います。プルチゲ今から食べてきます。はい、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 ありがとうございます。ありがとうございます。めっちゃ楽しかった。バイバイ、じゃあね、プレッシュ、バイバイ、バイバイ、バイバイ、おやすみなさい。おやすみ。